はい、皆さんこんにちは、モンカです。今回はマッタングトリルのコツですねを説明するんですけど、もしかしたらできないかもしれないです。本当に正直できないかもしれないんですけども、一生懸命伝えたいと思いますので、一生懸命練習していただければ必ずできるようになりますので、できるようになるんですけども、このやり方をやったところではできないかもしれない。なんかずっと継続して練習していったらできるようになる可能性はありますけどもって感じの動画でございます。ちょっと長いかもしれないんですけども、聞いていただければと思います。聞いてください。で、先に言っとくんですけども、タングトレルができないっていう方はおそらくタ、ナ、ラ、これの子音が弱いかな、苦手だったりするかな、なーとか鼻にかかったりとかするかなと思います。よくね言われてるのが、短いからできない、長いからできないっていうのもまあないかなと思います。まず短い場合できるっていう理由なんですけども、ここのどっかに当たれば大丈夫です。基本的にリップロー、タングトリルはここのどっかに当たれば大丈夫です。ここに当ててます。ここに当てます。軟口蓋の境目ぐらいで当ててます。できてますよね。どこかに当たればできるかなと思います。で、舌が長い場合、僕結構舌長いと思います。長いですよね。短くはないと思います。はい。なので、できます。はい。これでもね、いや、できない人はいるんだよって思う方は、まあ、できないままでそのまま放置しとけばいいかなと思います。まあ、できないよりはできるようになった方が僕はいいと思うので、この動画を出しているので、頑張っていきましょう。で、やっていくんですけども、まずストレッチしていきます、ベロの。基本的にベロを使わないので、ベロが硬くなってる可能性があるので、こういうタオルとかで、ベロ、見にくいか、引っ張ります。引っ張って伸ばします。そうするとベロの下が伸びると思います、裏側が。で、今度横使いの横の奥、そうするとこっちが伸びます。で、今度逆、で、こっちが伸びます。で、今度上に引っ張ります。で、下にも引っ張ります。って感じで、ちょっと10秒ずつくらいやってもらって、その後にベロを思いっきり出してください。まあ、これも10秒から15秒くらい。で、今度思いっきり引っ込めてください。で、今度右、左やります。すごい顔ですね。で、短い方はね、ほっぺたをこう。で、やるんでも大丈夫だと思います。はい。どっちでもいいです。出してもいいですし、やってください。というふうにやったら、まず、言葉を、タラッ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 タラとか、なら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 タラ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 とか言いましょう。タナ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 とか、なり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 とか、タニ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 とか、そうすると結構鍛えられます。はい。で、やったらいよいよタングトリルなんですけども、ベロの先は力を抜きたい、ベロの奥は力入れていいです。グッて、あんまり力入れすぎても良くないですけども、で、口がこうあったら持ち上げてください。持ち上げるっていう感覚が分かんない方は、グッて言う前の状態で、ズルルルで、グッて言っちゃうとグッてこうついちゃってるので、それを少しだけ力抜く。そうするとちょっと浮く、グッてやっちゃうとこう当たっちゃうから、ちょっとだけ脱力すると隙間が空く。で、この隙間に空気を通す。で、ベロの下は、先は口の上に当てておく。そうするとちょっと奥側向いてて、先っちょもこう浮いてる。で、空気吸って、ちょっとね、こう横に広げるといいかも。で、下顎ちょっと下がるから、って感じで、一定に吐く。空気は強く吐きすぎない。
トゥルトゥルできない、これじゃできない。弱く吐きすぎてもはい、でベロに力が入ってないとなんかベロが前に出てきちゃうのでできないので、しっかりグッて言う前のグの形をしてちょっとだけ力抜いてベロをなんかこうなんでしょうね、形ができない、こういう口下顎があったらこうなってるんじゃなくてちょっとこういう形にしてあげる、でこうつけてあげる、でここに少しだけ力入れてあげる、で意識するところはここから意識しましょう。ベロは耳のちょっと下から力入れるときここら辺から意識してあげて、ベロのこう中盤まで意識して、で舌先だけ力抜く、でちょっと口角開けても OK です。どちらでも OK です。はい、ってやってみましょう。でこれでできたらもう別に口の形とか問題ないと思います。ちょっとねこんな感じなんですけども、まあ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 できるようになってほしいかなと思います。で字幕でクルルルルでもいいよって言ったんですけども、やり方的にはクーッて強く吐いてクルルルって感じです。でルーってクルクルクルって言っちゃうとベロがこうクルクルクルってなっちゃうので、クルルルルルって止める感じ、クルルクッていう意識は強く吐きながら、クーとルーを同時に言うって感じ。これで慣れたらクルクル、ベロの動きだけちょっとクーの形にしてあげて、クルクルみたいな感じでやるといいかなと思います。はい、以上になります。ちょっと長かったんですけども、ぜひね、これで練習してみていただければと思います。他にもね、やり方がもしあるよ、こんなやり方がやりやすいよってあったら、コメント欄とかにね、こういただければ、すごいこの動画がね、もっとね、より良いタングトリルがやりやすい動画になると思いますので、やり方がね、あれば、コメント欄に書いていただければ、すごく嬉しいかな。みんなのためにこう、シェアできるね、情報って感じでございます。この動画が参考になりましたら、グッドボタンお願いします。チャンネル登録はぜひお願いします。失礼します。